今狙われてますよ。あ、そうだ、もうね、今狙われてるんだ。そう、それでここね、曲がりますでしょ、うん、狙われますよ。狙われました。はい、後ろから帰ってくるまでに体中穴だらけ。美しさだけじゃない、姫路城の恐るべき姿が明らかに。そして1枚2枚でおなじみ、あの階段は姫路城で生まれた？その真相とは？そばなのにそばじゃないみたいな。確かになんか麺太い。姫路のソウルフード、駅そばとは？はい、今回は私の方が入ってなってると思うんですけど、後ろマニアの方は分かると思いますが、こちらですね。私はどこにいるでしょうか？そうです、姫路城にね来ました。姫路に来たのは私は初ですね。とにかくここに来たら一旦城だろうということでお城に来てみました。で、本当に日本一のお城なんだよね。はい、日本で初めて世界遺産として登録されたのが姫路城。すごいじゃん。しかもなんか地図見たんですけどめっちゃ広くって、国宝にして世界遺産、その優美な姿から白鷺城とも呼ばれる姫路城の大天守は415年前に完成しました。内堀エリアの面積は東京ドームおよそ5個分、まさに世界最大級の木造建造物群なんです。登りたいと思います、とりあえず城に。でもねえ、あの前々回とかも城から始まってるのでなんかね、お城見慣れたのではないでしょうか。まず駅から近いんですよ。めっちゃね、もう見えましたよね、駅出てすぐバーンって。あいにくの天気ですか。でもまあ雨のお城もいいんじゃないですか。しっとりめでしっとりめ姫路開幕はい、前回も目黒社長がいろいろ教えてくれたじゃないですか。ここはこう曲がってみたいな。そうだ、目黒さん今日もちょっとガイドさんをお願いしてます。あ、おお、いいですね。いや、でもいや、なんか長くない、石垣が。普通の城よりもちょっと後で聞きましょう。いや、すごいよこれは。ここは何だろう、お屋敷。すごい、柱稽古始まりそう今回ガイドしてくださる松末さんです。国宝であり、うん、世界遺産ですから。そうですよね。はい、もうそんなお城ここしかないので。そんなお城ここしかないじゃあ行きましょう。はい、行きましょう。で、お城ってね、守りの戦いしないといけないでしょ、うん、だから、ほら、穴がいっぱい開いてる。なるほど。あれは何のため？撃つ。そうそう、鉄砲で撃つと、うんうん、あれ数がいくつあると思います？数えた人いるんですよ。もう周り中そうですよ。周り中もうあっちの壁も100個ぐらい。あー、全然。1000個あります。997あります。やばすぎる、はい、だから今狙われてますよあ、そうだ、もうね、今狙われてるんだ。そう、それでここね、曲がりますでしょ、うん、狙われますよ狙われました。はい、あのすごく大きな門ありますでしょ。あの門の上は櫓になってるんですよ、うん、兵隊がいます。 あそこからも狙われます。じゃあもう終わりじゃん。もう3発撃たれてます。もう3発撃たれました。お城から帰ってくるまでに体中穴だらけっていう今ここはね、はい、あのスロープで歩きやすいでしょ。そうですね、わりかし他のお城行った時にはすごい石の階段だったでしょ、うん、これわざとこのスロープにしてあるんです。なんでですか？国宝でもあり世界遺産でしょ、はい、もし火事になったらここあの消防士がバーッと入ってる。なるほど、そういう、まあ、そのためもあり、それから今現在ですから車椅子の方あるいはの足の悪い方が歩き、うん、あの入れるようにっていう形でこういうあのスロープにしてあります。なるほど。でもともとはすごい高い石の階段ですからね、うんうんうん、あの入れにくいです。てか攻めにくいです。攻めにくい。はい、これ綺麗な門ですよね。綺麗ですね。この門のだけでもね、あの10分くらい喋るんですけど、ちょっと通話できない。本当ね、割愛ということで。で、この扉すごいでしょ。すごいですね。この分厚さ。さらに金まで貼ってあります。
確かに、はい、この鐘ね、はい、何ていうか分かります？これ筋金っていう。筋金、筋金色の、聞いたことない？語源、語源か。姫路城最大の門、この菱の門の先には、あそこに門が見えますが、はい、あれはね、イの門と言います。イの門、イロハニホヘトチリヌルオ、はい、待って、全部ある、もしかして。はい、あの、ウンマではないです。ねえ、綺麗ですね。ここは結構映えスポです。映えますよ、本当に、どこから撮っても綺麗です。確かに。で、先ほど言いました、これがイ、イって書いてある。イの門、ほんとだ、イの門、はい。ここからでも綺麗でしょ、あの石垣の上 で、ね、で、こうやって見たら分かるように、あのお城はね、50メートルぐらいの丘の上に立ってるんですよ、はい、で、50メートルぐらいの丘の上に46メートルの高さなので、合計100メートル近い。やばすぎ。だからすごい、あの、かっこいいんですよ。かっこいいですね、はい、はい、あ、これ、ロー、本当だ、ローなもん、はい、はい、入ります、入りました。はい、狙われてます。まだ死んだ。まだ死んですね。ここも写真スポットですね。確かに。いいでしょう。ですね、テレビでよく紹介される場面なんです。見られたことはない。あんまりない。ないでしょうね。松平健が。これも勝負？そう。ラストカットここです。あ、そうなんですか。はい、また今度見といてください。はい、この風景。かっこいいですね、本当にどっから見てもかっこいいお城です。何度もいいですね。例えばさっきロノモン入ってきた時に、なんかこの穴から狙われてるように見えたでしょ、うん、でもこの穴から見てください、はい、門が見えない。確かに。ということはこの穴は門を狙ってない。どこを狙います？木の生えてるところ。そんな遠くじゃないんです。目の前なんです。目の前？目の前。屋根から来るってこと？そう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 。門を閉じられたら、うん、横の塀を乗り越えるでしょ？乗り越えようと思って顔を出したらこっからズドン。ああ、もう終わるわけです。はい。そのために入ってる様です。すごい。はい、ここが花門。今までいい色ってきました。花門です。本当だ、いい色花だ。はい、今までいい色は柱が立って屋根があった、うん、あの普通の門ですよね、はい、ここは傾斜を掘り込んであります。なるほど。ということは扉を閉める、閉められた時に。なるほど。で、これ埋めちゃう。あ、岩とかで。そう、この石を崩す。もう開かない。開かない。はい、こういう形 の、 あの守りの方にも。あ、もう絶対閉めないじゃん。誰が考えたんですか。誰でしょうね。ここも映えスポットですね。映えスポットですね。発見がいっぱいの姫路城探索、この後も驚きが連続。じゃあここはちょっと白越しで3、2。はい、続いてやってきましたのが姫路名物駅そばですね。もうめちゃくちゃいい出汁の香りがしてて、で、駅に本当はあるだよね、けどなんか人気すぎて店舗ができましたという感じですね。そばなのにそばじゃないみたいな。確かに、なんか麺太い。そばじゃないんですよね。うどん俗流和そばではないです。駅そばっていう固有名詞、駅の、あのステーションの駅からもちろん来てるんですけど、うん、すいません、急に説明していただいて、はいはい、カメラ外から。だそうです。姫路のソウルフード、駅そばの発祥は75年前。姫路駅のホームでさっと気軽に食べられる立ち食いメニューとして誕生しました。食べていきますか。今も食べれるんですね。ここの店は、あの、神戸牛。神戸牛、はい、神戸牛そばに入れちゃうんですか。外国人もやっぱり神戸牛大好きなので。インバウンド狙いですね。そうです、インバウンド狙いです。ちょっと、行ってみますか。いろんな種類がありますが、おすすめの看板メニュー、天ぷら駅そばをオーダー。すると、
やもう吉村さん以上に早い、うまい、やすい。75年前に姫路駅のホームで誕生した地元の味、駅そばをいただきます。いただきます。はい、うん、うん、あ、新しいなるほど、なんかホッとする味ですね。美味しい。すごいシンプルな、心温まるそばってか、そばなのかな、そばなのにそばじゃないって感じ、うん、ラーメンなのに和だしみたいな。中華麺風なんですね、これね。中華麺ではないんですね。中華麺でもないんだ。もう駅そばなんだ。そうです。駅そば用の麺です。駅そばが誕生したのは戦後の食糧難の時代。そんな中でも早くて安い美味しいメニューを提供しようと試行錯誤を繰り返した結果、この中華風の麺と和風だしの組み合わせにたどり着いたということです。でもお蕎麦苦手な人も食べれるかも。お蕎麦の独特なのね、香りみたいなのはないので、ほんとシンプルな。立ち食いなんてしたことないんじゃないですか。私ないかも、人生初、姫野立ち食い広い家取らせてもらいます、元アイドルシュールでしょ。恥ずかしいもん、ちょっと一人で恥ずかしい。はい、今までイエロー貼ってきましたね。はい、はい、次は2、2のもらえる。このまま見て嫌でしょ。うん、なんか嫌だ。ね、暗いし、奥深いし、一番嫌なのは、ね、天井が低いんです。確かに。天井低いってことは、上に兵隊いますよ。うん、下通る人が丸見えなんですよ。あ、なるほど。本当？槍で、ぶつかる。あ、槍でも刺されるんですね。そうです。もうダメだ生きてられないんだ、ここに攻め入るということは。はい、今までイエローハート来ましたね。2、2まで来ましたね。次はほ、ほのがあれです。ちっちゃ、あれです。勝手口みたい。そうですね、なんか裏道みたいですね。ああいう居酒屋ありますあそこから狙われる。もういよいよ城から狙われる。そう、どっからでも狙われてます。やばいな。なかなか大変なお城ですよね。ね、大変ですよ。ここまでやってこられたというか、うん、絶対もう攻めようと思わないもんなぜ姫路城はこれほど過剰なまでに鉄壁の防御にこだわったのか、その訳が、徳川を見せつけてるお城なんです徳川だぞって。そう、ね、このお城を作られた時代が1600年、うん、関ヶ原の戦いの後なんですが、関ヶ原の戦いっていうのはまだまだ豊臣が、西日本は豊臣恩子、うん、豊臣にか可愛がられたお殿さんもずっと西日本にいますから、はい、まだ怖いとこなんです、徳川から見たら、うん、でそこへこの徳川を見せつける、うん、そして守りを固くする、うん、周り中から攻められるかもしれないから、そういった意味合いのあるお城、うん、この金色の非常口みたいな何なんですか。あれはね、非常口ではなくて花頭窓と言いまして、飾り窓なんですよ。お寺さんの様式なんです。あ、もちろん侍の戦いのための櫓なんだけど、寺社建築の様式を取り入れた格の高い建物だぞと。これ国宝御城ね、松江城、松本城、姫路城、犬山城、彦根城。犬山城と彦根城の窓を見てください。わあ、同じ形してません。本当だ。こういう形で花頭窓っていうのは天守閣に使えることが多いです。ただ他の城真っ黒、姫路城だけ金ピカでもやっぱこうやって見るとさ、はい、姫路城が一番可愛いね、お城っぽくてお城っぽいっていうか戦いのための城には見えないですね見えない。他に推しの城とかあるんですか。お城は全部推しですけどもねこの近辺で行くと津山城、
あるいは竹田城。津山城はどこが好きなんですか？あの石垣はすごいです。あ、石垣なんだ。本当に綺麗な石垣がドーッと立ってます。とても攻める気にならないです。石垣見ただけで攻める気にならない城が好きだ。足軽目線なんです。竹田城もね、あのご存知のように天空の城って言ってね、高いところにね綺麗な石垣がありますからね。城番組としてはね、これ聞いとかない。確かに。なんかあれですか、偉い人の、はい、あのなんていうの家系家系。私いや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 私はあの愛媛の海賊の出です。そうなの、はい、村上水軍が流れたやっぱそうなんだ、はい、なんかそういう感じだと思って海賊みたいな感じででもこれすごいでしょ。いやすごいですね。ここから見るとまたよりもっとね、あの現存している木造の天守閣で一番大きいです。綺麗、ミルフィーユだね。先日鶴ヶ城行ったんですよ。おー、はい、福島の。福島と鶴ヶ城は好きですか？あのかわいそうな、ね、歴史がありますよね。そうです、そうです。あの幕府についてあの官軍と戦ったためにそうです、そうです、ボロボロになっちゃった。はい、勉強しました。それですね。だから姫路城も実は徳川のお城なんで、うん、官軍と戦う宿命だったんですが、うんうん、関ヶ原の戦いの後、徳川家康が豊臣の勢力に睨みを利かせるために娘婿の池田輝政によって戦う城へと大改修された姫路城。幕末の動乱では攻められた時にあのすぐに門開いちゃったんです、うんうん、だもんで傷めなかった。なんでもう降参ってことですか？そうですね。あ、まあ、その言葉を私が使っていいかどうか分かりませんが、うん、鉄壁の防御を誇った姫路城は不戦の城となって、その美しい姿を保つこととなりました。そして美しさのゆえんの一つが、これ真っ白でしょ。真っ白。屋根が普通の瓦ではなくって漆喰で全部止めてあるんです。確かに。この白さが姫路城なんです。壁が白いお城ってね、あちこちありますけども、例えば名古屋城だったら屋根が銅板葺きだから緑色なんですよ、うん、で姫路城の場合は瓦に漆喰で止めて、だからあの瓦の黒い部分がほとんど見えないぐらい。見えない。確かに。だから白く輝いてる。へえ。おしゃれですね。おしゃれ。これがあの姫路城の特色になります。へえ。白いいね。白いいですね。うん、はい、推しキャッスルは姫路城です。ありがとうございます。白色好きなので。白番組なんです。白番組。白番組なんです。最近白づいてる。あの旅行番組だと思ってます。ばっかり言ってるんですよ。これは何？これは老中する時には水が必要でしょ。だから色がちゃんとつけあの管理してます。三つもあります。1枚2枚のやつはまだ別です。あ、別です。はい、今からそこへ行きます。あ、ありがとうございます。何、階段？階段。そうです、好きなやつです。好きなやつ。好きなやつです。やったあとこのね、大きな石もご説明してます。大きい。あのこれはね、全部で31個石垣の中に確認されてるんです。うん、それ何かというと古墳の中にあった石の棺桶です。え、人いるの？いや、今はいなせん。今はいない。びっくりした。あのちょっとのいといていただいて。あ、どいといていただいた。そう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 。石垣に使うあの作るにはちょうどいい姿だと。あ、形も綺麗だし。そういうことで。ねって言って。そうそうそう。それで持ってきて。鬼畜ですね。はい。あのちゃんと。せっかく眠ってたのに。あのお参りしたかどうかは知りませんよ。本当は穴開いてる。でしょ。なんかバスタブみたいな。うん、バスタブみたいになってる。やだ、怖い。歴史の話をしますと、はい、兵庫県っていうのは古墳がね、日本一多いんです。そうですよね、うん、このお城の周りの山にもいっぱいあったので、うん、あのあちょうどいいや。なるほど。ラッキーっていうか、じゃあ、はい、借ります。そう、あ、借りますというか、ください。あ、もうくださいですね。はい、あそこに見えてるのがお菊さんの井戸。出た。姫路城内にお菊の井戸が。お菊の亡霊が夜な夜な井戸で、1枚2枚と皿を数える階段、播州皿屋敷ですが、耳を壊して申し訳ないんですが、あのお話はね、1500年くらいにあったこの播州の姫路の近くのお話なんですよ、うん、はい、でこのお城ができたのは実は1600年。
時代が合わないでしょ。確かに。お菊さんの方が古いんです。このお城が一般市民に公開された時に、はい、まあ言ってみたら、あのなんかいいネタない、ネタって言ったらおかしいですが、本当はあそこの井戸にお菊井戸という名前をお借りしたら有名になるぞみたいな、うん、みたいなね、はい、あみたいなね、そういう話で、あこれがお菊の井戸になってます。なるほど。実際のもうお菊井戸はもう分からないです、場所が。分かんないんだ、はい、どこにあったかは分かる。でもここではないことは確かなんです。そうですね。今捉えてましたよね。何が見えました？キラキラしますね、うん、あれお金なんです。あ1円玉、5円玉、10円玉すごい、すごいですね。これだけでいくらあるの？あの数えた人誰もいないって分かんないです。そうですよね。だからあの今お客さんも一生懸命数えてます。大丈夫ですか？海賊としては。大丈夫です。難ないですか？あの小銭には。小銭じゃなくて、はい、宝がいい。そうですね。そうだ。こちらの石垣見てください。はい。正面の石垣、丸く大きな石垣でしょ？もしや、はい。何でしょう？あの2つの丸石を目玉と見てください。おー、はい、眉がありますね。はい、鼻もありますね。鼻もありますね。でちょっと歪んでますけど口までありますね。あ、口までありますね、確かに。ということは、まあ、あのお寺で言うと仁王さん、あの悪いものが入ってくるなと。あー、なるほど。でお城にとってみて悪いものってのは敵ですから、うん、ここで敵を睨み返してほしいという気持ち。あ、威嚇。そう、そういう気持ちが。ただあれ見てね、怖いとは言いませんよ。分かんないですからね、説明してるとね、うん、でもまあそういう気持ちがあって作った。あー、ユーモア。はい、よいしょ、よいしょ。このものすごいでしょ。いや、すごい、うん、行きたくないですね。インディージョーンズだ。ここ見たらね、そう思いますよ。うわ、ほんと、やだ、落ちてきそう、一個コンコロコンって。すごい、こういうもんがちゃんと作ってあるんです。よくさ、バランス保ってるよね。ね、まあ、あの外から見たらね、あ、しっかりしてるなってのが分かりますので。いや、でもさ、この間のちっちゃい石とかさ、落ちてきそうじゃない？すごくない？これ一個落ちたら多分全部崩れるやつ。崩れてない。ね、はい、すごい。好きなところは、はい、白いところと、はい、大きいところと、はい、海外のイケメンがいっぱいね、海外のイケメンが西洋の方から来られる方が多いのは多分フランス人じゃないかな。あ、フランスの方なの。すごく多いです。ナルトとかの効果なんですかね。かもしれませんね。フランスでナルト人気なんだよね。そう。今回はちょっと中が見れなかったので、時間の関係で周りだけでもすごく楽しめたので、中見るともっと推し城になるんじゃないでしょうか。私はもう推し城に決めました。ぜひね、皆さんも来てみてください。